ワンダースクールを見ているみんな、こんにちは。サッカー選手の小泉義雄です。今回の授業で教えるのはフェイントです。フェイントは相手のディフェンダーをかわすのに必要になってきます。たくさんの種類があるので、いろいろ練習してみて自分が得意な技を見つけましょう。まずはシザースと呼ばれるフェイントからです。シザースはボールを足でまたぐことで敵を惑わすフェイントです。他にもフェイントはたくさんあります。例えばダブルタッチと言われるものがあります。片方の足のインサイドでボールをスライドさせて、逆足のインサイドでボールを受け取ります。僕の得意技であるスティックフェイントも紹介したいと思います。スティックフェイントは実際のシュートと同じようなフォームでフェイントを行うことが大切です。試合でもとても使える、簡単にできるフェイントなので、ぜひ真似してやってみてください。いくつか有名な技をやりたいと思います。1つ目はマルセイユルレットです。次は、エラシコと呼ばれる技をやります。いろんなフェイントがあるので、たくさん練習して、試合でたくさん相手を抜けるように頑張りましょう。次回の授業はドリブルからのパスやシュートを教えます。これまでの授業を思い出して挑戦してみましょう。ワンダースクールをご覧の皆さん、抽選で3名の方に僕のサイン入りボールをプレゼントします。詳細は概要欄をチェックしてください。